西側諸国からの戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両の提供を受けて再編されたウクライナ軍が、自国領内を不当に占領しているロシア軍を駆逐する反転攻勢作戦が間もなく開始されようとしているよね。そんな状況の中で、ウクライナと国境を接するベルゴロド州やクラスノダール地方などで、ロシア国内への攻撃が相次いで発生しているらしいね。これに対してロシア側がウクライナ軍が民間施設などを標的として攻撃を加えているとして非難しているが、ウクライナ側では否定しているな。さて今回はそんなロシア国内への攻撃と双方の首都にドローン攻撃が行われていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、ロシアの首都モスクワとウクライナの首都キーウに対して、互いにドローンによる攻撃が行われているなど、両国ともにウクライナ軍の反転攻勢を前にこれまでにあまり見られなかった動きを見せている状態だよ。ウクライナと国境を接しているロシア西部のベルゴロド州では5月22日、ロシア人による反プーチン武装勢力である自由ロシア軍団とロシア義勇軍団が、合同してウクライナ領内からベルゴロド州に侵入し、国境に近い個人化、グロトボ、ゴーラポドルなどを解放した後にさらに北西にあるグライボロンの周辺でロシア側の国境警備隊などと交戦したことが報じられたね。自由ロシア軍団とロシア義勇軍団の戦闘部隊については参加人数や装備など不明な点が多いが、装甲車やヘリコプターなどを使用していたとの情報があり、ベルゴロド州内深く侵入したために、ロシア側ではグライボロン周辺に住む大半の住民を避難させたほか、ベルゴロド州のグライボロンの北西10キロほどにある核兵器保管施設から核兵器を移送し始めたとの情報を伝えるメディアもあり、ベルゴロド州内でいくつかの拠点をこの2つの軍団が支配していることは間違いないとされ、ロシア軍の後方撹乱が実施されていたぜ。ベルゴロド州に侵入したこれら3つの軍団は、ロシア側の発表によれば24日にはウクライナ領内に退却したとされているけど、ロシア自由軍団が25日時点でまだベルゴロド州内にいることを示す標識などを指さす、兵士を撮影した動画を SNS のテレグラムに投稿するなどして、両軍団がまだベルゴロド州内に駐留していることを示唆したほか、ロシア軍の装甲兵員輸送車4両を路隔して捕虜を捉えたと主張するなど、情報が錯綜しているみたい。その他ベルゴロド州ではここ数日、ウクライナ軍によるものとされている砲撃を頻回に受けていて、5月31日にも3度目となる砲撃があったことをベルゴロド州のグラトコフ知事が明らかにしており、それによると同州のシェベキノへの攻撃では住宅や学校などが被害を受けたほか、送電線や産業施設なども被害を受け火災が発生し、4人が負傷したとしているけど、これらの攻撃についてウクライナ側からは特にコメントなどは発信されていないね。また、国営ロシア通信 RIA のオボスチによると、クリミア半島とクリミア大橋でつながるロシア南部のクラスノダール地方にあるロシア南部の主要輸出港で、ロシア海軍黒海艦隊の基地の拡張が急がれているノボロシースクに近いイルスキー製油所と、約 80km の地点にあるアフプスキー製油所がドローン攻撃を受けてとしてクラスノダール地方の当局者が明らかにしたが、被害状況については分かっていないらしいぜ。イルスキー製油所は5月5日にもドローンによる攻撃を受けていて、この際には爆発と火災が発生しているね。一方、ロシアが2022年2月24日にウクライナへの侵略戦争を開始して以来、戦闘の大部分はウクライナ国内で繰り広げられてきたんだけど、東部戦線及び南部戦線の 1000km 以上に広がった最前線での地上戦の戦況が膠着状態となり、ウクライナ軍が反転攻勢に出ると見られている現状の中、最前線から遠く離れた互いの首都などへの標的に対する空爆がこのところ激化しているんだ。ロシア軍によるウクライナの首都キーウをはじめとする各地の主要都市への巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンなどによる攻撃は昨年から続いているけど、5月30日にはロシアの首都モスクワに対して過去最大の8機のドローンが飛来した攻撃があり、プーチン大統領など高級官僚の公邸があり富裕層が住むモスクワ郊外の高級住宅街が標的とされたよ。ロシア国防省の発表では、
ウクライナがモスクワにこれまでで最大級のドローン攻撃を仕掛けてきたが、8機すべてを破壊したとしているほか、墜落した残骸などによって住宅などに被害が発生したとされ、モスクワの他にもドローンが飛来し、その数は25機以上に上ったとする情報もあるみたい。プーチン大統領は、今回のドローン攻撃は民間人を標的にしたものだとしてウクライナを非難する声明を発した上で、ウクライナはロシアとロシア国民をドローン攻撃によって威嚇し、民間住宅を攻撃する道を選んだのであるが、これは明らかにロシアに対するテロ活動の兆候だと述べたらしいぜ。また、ロシア外務省はこの首都への攻撃を受けて、ウクライナに対して最大限に厳しい措置を取る権利を有保していると言明し、ウクライナがロシア領土内への攻撃を仕掛けないとして北大西洋条約機構NATO当局者が保証した話は、完全に偽善であることが証明されたと述べているな。ただし、ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は30日、モスクワのドローン攻撃へのウクライナ側の直接的関与を否定したものの、ウクライナは今回のモスクワへの攻撃を楽しんでみており、今後もこうした攻撃は増えるだろうと予想したことから、攻撃はウクライナが直接実施したものでないにせよ、ロシア国内の反プーチン勢力などに対して自爆攻撃型ドローンを供与するなど、間接的に支援を実施している可能性は高いとする見方が多いね。首都モスクワが直接攻撃を受けたのは、5月初めにクレムリンに対する複数のドローン攻撃があって以来のことで、今回で2回目だよね。アメリカのホワイトハウスは30日、モスクワを狙ったドローン攻撃については情報を収集中であるとした上で、アメリカ政府としてはロシア国内に対する攻撃を支持していないと表明し、今回のモスクワ攻撃を含めて調査を進めていることを明らかにしたよ。また、ロシアのアントノフ駐米大使は、モスクワへのドローン攻撃についてアメリカはこれを黙認することによってウクライナを勇気づけているとして非難したけど、これについてもアメリカのホワイトハウスは、攻撃を実施した主体についてアメリカ政府は把握していないとした上で、改めてロシア国内に向けた攻撃を支持しない立場を表明しているみたい。ただ、国際社会においてはインターネットなどを通して、隣国を武力でもって侵略し、その首都をはじめとする国内中の都市に民間をも標的とする無差別攻撃を繰り返しているロシアが、自国の首都を攻撃されてそれをテロと位置づけて報復を示唆することは身勝手であり、許すべきではないとする声が多く挙げられているぜ。この状況下において、イギリス国防省が5月31日のツイッターへの投稿で、5月以降のウクライナにおける戦闘の主導権は、侵略側のロシアから徐々にウクライナに移行しつつあり、ロシア軍は侵略目標の達成に突き進むことができず、ウクライナ軍の動きに対応することしかできなくなりつつあるとの見方を示したみたい。そして現在の戦況についてロシア軍は5月だけでも20回以上にわたって、ウクライナの首都キーウを中心に巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンで攻撃を実施してきたが、その目的とされるウクライナの防空システムにおける対空ミサイルの在庫消耗などによる無力化や、反転攻勢用に新編された部隊に損害を与えることは達成されていないとの分析を発表したな。また、ロシアのマキシム・イワノフ議員は首都モスクワが攻撃を受けたことについて、第二次世界大戦中のナチスドイツの侵攻以来、モスクワに対する最も深刻な攻撃であると指摘し、ロシア国民の誰もが戦争という新しい現実を避けることができないと述べて、この侵略戦争に対してロシア国民の認識が変わる可能性があることを示唆しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。